松竹競馬部馬券予想的中番組万歳総選挙。さあ始まりましたね、万歳総選挙。イエーイ。いやなんかちょっとまったりもしてますけどね。はいはい、ちょっと挨拶いきますか。危ね危ね。いやー一回止まんだよな。なんで独占したいですかカメラを。カメルね、どうしたどうしたザックローニーなあ。コーヒールマニチュアです、お願いします。よろしくお願いします。明日はですね、なんですかもう、あれ帰っちゃいました、西田さん。え、なんでそんなことないでしょ。ダメですかもう。サッカーじゃないですよ、はい、うん。明日は函館競馬場フリーパスの日です。どうしますか、行きますか、行きませんか。メンズクラブ山城です、お願いします。フリーパスだよ、無料ですよ。お前らには支持されなくても結果出すんだよって、ミスターゼロパーセントことゼブライズにでーす。やほー、僕めっちゃ最高。はい、今日は、風邪ひいてます、テンダナコです。あれ言っちゃう。ねえ、大丈夫ナコちゃん。あ、ナコダが逆だって。風邪だからもうね。ということで始まりました漫才総選挙ということで、この番組は視聴者の皆様が有権者となり、各部員の支持率が部員の購入点数につながります、うんうん、つまり支持率 50% であれば5000円分の馬券購入につながるというわけです。すごい。1回目の投票がですね20時25分頃行いますので、ぜひ皆さん、こぞって投票をお願いいたしますということで、さあ頑張っていきましょう。どうですか。お、ね、コメントももう続々来ます。どうも大丈夫なこちん。あ、風邪ひいてもうすごいな。夏風邪はやっぱりね治りにくいですからね。気をつけてくださいね。そうかもしれない。なんか全然今回治んなくて、前回からちょっと調子悪くて、うん、で今週熱も出ちゃって、あら、おとなしくしてたんですけど全然治んないんですよね。大丈夫？大丈夫、大丈夫とかのコメントください。治ります。ということでやってますけれども、鈴木くん今日なんか予想が違いますね。ね、いやまあまあまあ前回勝ったんで、あら、やっぱそのここまで来る間にちょっとなんかファンとかいるのかなと思ったら、ではちょっとバレないようにサングラスしてるんですけど。あ、家からやってきた。そうそうそう。前回は鈴木くんは 0% やったんやけど当たったよね。そう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 。誰だろうね、本当に 0% にしてるこの流れを作ってるのは。なんやろね、なんで 0% やったのね。当たってますよ、こんなに当たるのにね、うん、誰かしらでもこの番組じゃ当たってるからね。そうそうそう、結構当たってる、当たってる当たってる。そろそろやっぱり、ね、天なこ崩しが始まってきてるのかなっていうのがね。うん、ということはもう今日ね、そうアフェソさん最後ということなんですけれども、そうだそうだそうだ、ね、天なこ崩しがなるかどうか、最後か。確かにそうだよね。寂しい、またあそこでやるの嫌だな。あそこでやるの嫌だ、お化け出るからか。お化けの出るあそこにもそっか、揉めたもんね。そう、あれね、お化け出ると揉めちゃうからね。そうだね、やってますけれども、はい、明日は函館競馬場フリーパス。そうですよ、どうします、行きましょうか。函館やろ。函館です、はい。もう函館です。やべえよやべえよ、フリーパスだけで函館行ってたらやべえよ。そうだ、しかも函館ってだって100円やろ入場料。それがフリーな。そうです。あ、まあまあそれはね、まあ、ご近所の方はね、はい、いいでしょう、うん、ね、夏だから幽霊のシーズンだなとかね、コメントが、コメント今日すごいな、いっぱいいっぱい、ね、言ってくれてる。もう今日も取り憑かれてくれって言ってますね。お、取り憑かれて大丈夫。優しい優しい俺は。あれなんだそれ、今日は鈴木なんかサングラスかけてかわなんかふわふわしてるね。はいはい、うるせえ。え、西原さん、はい、なんですか。西原さんサッカーの話したいんでしょ。あ、そうですね。いやいや、サッカーね、うんうん、どうしたんすかね。うん、ゼロ勝一負け。西原さん見てないやろ。見てないでしょ。いやいや、見てます見てます、ところどころはちゃんと。ところどころ。朝起きてとかじゃないんですか。いや、朝起きて起きてちゃんと起きて、なんかいろいろね、用をやりながらトイレ行ったりとかあるけど。
やべ、超つまんなそうだ、いや、野球サッカーわかるよ、だって俺も超つまんなかった視聴者で言ってんじゃないかちょっとよく分かってないんですけど、うん、今じゃ日本はどうすれば、うん、その決勝リーグっていうかいけるんですか、どうなればどうなればいいんですか、いやもう運ですよね、だから運、運もありますよね、日本だけじゃ無理でしょ、うん、ああそうそうそう、ね、あ日本が勝っ次も勝つだけじゃダメってことですか、そう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 、うん、まあね、勝たないかんないけどね、うん、勝つのが最低条件、ああ最低条件、そうちょっと詳しく知りたいな、もっと知ってんのかな、ちょっとどうなったらいいんですか、うん、いや日本がねまずね、はい、勝つのが最低条件なんですけど、はい、コートジボワールとギリシャが、はい、ギリシャが勝たないといけないね、うん、へえ、ギリシャも勝たないといけない、うん、かな、うん、いや、そしてあれギリシャ勝ちか引き分け、あ、そう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 、はい、でも得失点差があるのでなかなかちょっと難しい、うん、説明が難しい状況にはなってきてるんですよ、そうそうそうね、難しい、へえ、うん、ただ盛り上がるよ多分最終最後ね、そうそうそう、もう競馬やるか、はい競馬やろうということで、もう西原のサッカーの話にはもう付き合ってられない、いやいやいや、別にこんなサッカーの話したの、前回のですね、はい、エプソムカップですかね、はい、の振り返りをしましょうということでございまして、はい、1着がディサイファー、うん、ディサイファーってね、で3着がダークシャドウ、うん、そうだったということだったんですけれども、どうでしょうか、はい、皆様、ちょっとダークシャドウの3着にはかなり驚きましたね、驚いたし、私的にはニッシーさんが本命にすると思ってたんですよ、今までの流れ的には、そしたら、まあ、今回でグレードグレードって言ってて、うん、一番グレードがある馬、ね、を今回じゃ切りましたって言ったから、うん、まあでも私も来ないと思ったんです、うん、まあまあ賢明な判断かなと思ったら3着来たから、うん、ここで買わなかったらグレードやってる価値がないんですよ、うん、ここ落としたらもうグレードやめた方がいいと思うんですよね、私、いやただね、あのね僕、いや僕の予想、いや違う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 、ピンポイントで当ててるんですよ3着は、僕ダークシャドウ3着付けはしてたんで、一頭だけですか3着に選んだのは、うん、いっぱいなんだけどその中の一つで、だからポジション的にはちょうどいいところで、ダークシャドウドンピシャーみたいなギャルみたいなドンピシャーみたいな、ちょっと古かったっすねだからドンピシャーなんですよ、じゃあダークシャドウがちょっと、ね、西原さんのそのグレードで当てるっていう方法もちょっとなんかこう疑問視されてきた、うん、いやいやいう流れですよ、ね、前回はだからグレードの馬が多かったんですよ、僕が押したたまもベストプレイもさ、あのグレードでしょ、まあ、言ったら、まあ、G1 取ってないけど、取ってないけどね、うん、今日がすごいなんかだから今日どれにするのかすごい楽しみな感じ、なるほどね、で今日で日誌の進化が問われる、いや本当に間違いはない、今日はあれかな、ね、あれあれあれじゃないあれのはずなんだけどな、じゃあ早速じゃあ行きましょうか、はい、はい、では今日予想するレースを教えてください、はい、今回は函館競馬場で開催される G3 函館スプリントステークスでございます、イエーイ、はい、クラス再編成後3歳馬が小馬と混合戦が始まり、このレースでも金量差が最大8キロもあります、おお、加えて洋芝の馬場やコース適性の見極めが難しいレースですね、ところで明日は何の日だ鈴木、またんだ始まってるな、始まってる、これなんていうの、これ何これ、夏目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 でいいのこれ、夏目、夏目で、夏目ですよね、ね、そんなサイン巻きありますか、違う、1972年に自然環境保全法が公布された日だろう、ということで明日は14番クリーンエコロジーに注目だぞということでした、うわすごい、これ全部台本読んでるんですけどねこれ1972年に自然環境保全法が公布された日なので、クリーンエコロジーもうもろやん、こんなサイン馬券、サイン馬券、クリーンエコロジーね、すごいやんこれ、このやり取りちょっとやめませんもんもし変わってくれませんしょうがない、そこで変化できやすいから、来週から違う場所になるんで、うん、この台本もどうなるかっていうのも、あ、そうですね、あ、ちょっとね、なこちゃんも嫌だよね、嫌だ、ね、これ全部ね、もう言う人台本に振られてるんですよね、この通りやらないとね、やっぱり、ね、ダメなんで、ね、入ってないですからね、うん、よろしくお願いしますね、はい、さあ、それでは今からですね、皆さんの本命馬と改名を教えてください、プレゼン時間は制限間は 2分間です、うん、さあ、それでは誰からいきましょうかということで、鈴木はもう前回当てましたので、そうですよ、
誰だよ。こっちチームですね。おい、まあ、前回僕ウィンファイブ出てますからね。お、あ、そう、すごかったですよ。ねえ、ウィンファイブもじゃあもう山城じゃないな。そうですね。はい、じゃあグレード行こう。グレードやろう。行きますか。シャラ、はい、いいですよ、いいですよ。誰だ。ずっずはい、それでは参りますよ。はい、はい、制限時間2分間です、はい、よーい、スタート。はい、ではですね、いきますよ。みんな夏バテしちゃダメだぞ。いくよ。はい、僕のですね一押しはですね、こちら、じゃじゃん。何言ってんだよ。ストレイトガールね、来たでしょ。みんなのご期待通りで来ましたよ、ストレイトガールで。はい、僕はですね、まあそれなぜかと言いますと、まあまあまずこちらですね、じゃじゃん、グレードなんですけれども、後ろにカタカナ透けてるし、え？いいんですよ、グレード。いや今回はね、カベストラストということで、はい、後ろにカタカナのグレードあるな。それも出しましょうよ、後ろのカタカナグレードも出しましょうよ。略すと、はい、日本語に略すとグレード、はい、グレードなんですけども、なんまあまあまあ、もうそっちに行きましょう。さあ、コメントが増えてまいりました。コメントが増えてまいりました。競馬ね、競馬の話題、コメントください。まあ、ストレートから分かるでしょ、うん、高松の宮記念ね、3着ね、ビクトリアマイル3着と、もうそこはね、いいんですよ、うん、で、この G3 ね、函館で、この馬ね、もう函館でもよく走るし、で、函館これ以外でね、何をみんな考えたらいいんだろうということで、こちら、じゃじゃん、やっぱりね、実績と経験なんですよ。ねえ、ここね、やっぱ G3 とかね、函館になるとね、この方がやっぱ影響するんじゃないかなということで、こちら、じゃーん、やっぱりね、牝馬、ほんで、函館校舎ね、で、あと夏好き。もう6月は夏ですからね。夏好きってなんだ、ね、これ、わかんない。函館夏しかやらないですからね。いやいや、ちゃうだから夏、夏、それでも夏好き。知ってるもう知ってるけど、雪なんか知んないですよ。もう海も綺麗に見えるからね、あそこは。残り20秒。ちょい、ちょい、それで、まあまあ、これですよ。だから、とにかくね、牝馬とかね、これ結構いるんですよ。だからまあ、こちら、じゃん、ストレートガール、フォーエバーマーク、クリスマス、10秒、スマートリオン、ヤマニンプチカド、ね、これ、あの本当にみんな函館で走る馬ばっかりです。ということで、2、1、カベストラストこっち。じゃん。最後なのに、もうカベスト最後なのに、相変わらずだな。いやけどギリ入ったんじゃないですか。はい、お疲れ様というコメントが来ております。はいはい、次行けというコメントも来ておりますので、指示が早いですね。次に行きたいと思います。わ、すごいコメントが。あら、いいですね。もう100コメントを超えております。わ、素晴らしい。まあでもまああれですか、グレード通りでいくとまあそうなるのかなっていうところで、まあまあまあね、なるほどねみたいなコメントもいっぱい来てましたけど、そうそうそう、まあまあ今日はねグレード通りで、うん、さあそれでは行きましょうか。じゃあもうこの流れで行っちゃいましょう。はい、山城ちん行きましょうか。行きましょう、うん、さあそれではよーいスタート。チン、はい、今回もですね見つけてまいりました。お、本命は皆さんどうなんでしょう。行きましょう。こちらストレートガールでございますね。もうこれはしょうがない。あれ、ミッシーさんも言ってました。穴と親のに。そうです。穴ですか、しょうがないです。洋芝校舎という言葉もありますんで。見るとですね、このように今回出馬表の中で洋芝校舎こんだけいますと。でですね、ここから真の洋芝校舎を探すため、持ち時計をまず見ましたね。お、懐かしい。はい、懐かしいです。持ち時計行ったらこうなってるわけです。ですが馬場さんなど今回の金量などもあるんで、それを加味しますとですね。はい、このようになります。おお、なんでぶっちゃけね、あのこのまま 1,2,3 着で3連単で当たるんです。そんな簡単やな。そうです、こんな簡単になるんですよ、うん、なんで、うん、今回だからストレートガールフォーエバーマークもこれ人気ですけどしょうがないです。で3連単はもう1着2着固定します。おお、それで相手なんですけども、相手は今年のですね函館芝 1200m で、強い芝は、どうしました、父母父でね、うん、やるとこういうふうになってます。桜爆心を4勝してます。で藤木関が 2,2,3 と、で黒船も 1,1,1 とね、今日黒船が絶好調でした。でサンデーサイレンスの母父もいいということで、それを入れますと馬券はこのようになっております。これでいきますね。おでさっきのこのワイドの4,12なんですけどね、これあのさっきのこの決闘でいくと、4番が誰でしたっけ。ツインクルスター。ツインクルスター、父桜爆心を母父藤木関と完璧ですよ、うん、でこの12番もですね、成功来航、父黒船の母父サンデーサイレンスということで、うん、これドンピシャだったんで、これワイドを抑えます。60倍以上ついてるんで、うわすごい、
なんでこれでも十分です。十分、はい。おお、でも時間もちょうどぴったりぐらいでございます。そうです、はい、終了、はい、なるほどね。まさかの停止辞者、うん、はい、停止辞者ですが最終回なんで講師辞者になりましょう。なるほど、すごい、素晴らしい、そういうことなんですね、うん、はい。でも停止辞ときてますね。でもなんか買い方をね、なんかなんとなく分かりますよね、言ってることは、はい、うん、分かりました、ありがとうございます。さあそれでは鈴木ちんいきましょうか。いきましょう、はい。それでは制限時間2分間です、はい、よーいスタート。ね、ほんとね、先週も当たったんでね、今週も全て私に乗っかってくれれば間違いなく当たるということです。確かにね、はい。とりあえず私の予想方法が、障害人気と障害成績を比較して人気より走ってる馬を軸として買うということでね。サングラス小さいな、はい、見えてないんじゃない、まずとりあえず今日のじゃまず人気、うん、ね、人気がねまだね明日確定するまでわからないんで、うん、私日刊コンピス数を代用してるということで、うんうん、こちらでございますね、はい。一番人気ストレートガール、お2番人気はまあスマートオリオン、まあ、フォーエバーマーク、成功ライコミで、まあ、ブワーありますよね、はいはい。でこれに、障害人気と障害成績を比較した数値はこちらでございますね。もうストレートガールはもういいですよね。障害人気と障害成績比較してだいたいマイナス 1.3 ということでね、走ってるね、走ってる、人気より走るんでね、まあ、まあこう舐めていくとねこうなるんですよ、うん、で上の方ちょっと見てほしいんですけど、まあその他がちょっとねやっぱ人気より走らないんですよ、うんうんうん、でローブディサージュでまだマイナス値を2投目刻むということで、うん、いつも通りの買い方で、いつも通り最終回といってもいつも通りやったらこのようになりますよね。フォーメーションでストレートガールとローブディサージュから行って、ローブディサージュより人気がある馬に流す、そしてワイド行ってストレートガールとローブディサージュ以上ですね。ローブディサージュ、はいはい、はい、大丈夫ですよ、私これで大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、終了えらい、続き26 26だったらフォーエバーマークだよ、10番だよ、ほんとや、26は、うん、ストレートガールとフォーエバーマーク、10がローブティスタージュ、最終回だからやっぱ焦ってるやばい、鈴木26なのね、いや26じゃないどっち、あれちょっと鈴木サングラスがじゃあだから鈴木もサングラスをかけてふわふわしてんな、ちょっと言われたくないよあこっち見ちゃいましたよ、こっち人気の方に違うよ、その横の10だよ、10、うん、だからかなんか変なふわなんかふわふわしてんな、危ねえな、20ねかけなくていいよ20です、ね、20ね、ストレートガールからのローブディサージュね、そう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 、間違えた、危ない危ない、なんかみんななんかハテナマーク出てんなと思ったんですよ、うん、そうローブディサージュって言ってんのに、うん、そう、これでさ指摘して間違ったら競馬知らねえってなるからちょっと言いづらかった、よかった山城が言ってくれてよかった、ええずっと20って書いてあります、残ってんだよ、 YouTube やるよ、せやるなから出た、さあ分かりました、20ということからっていうことですね、はい。さあここでなこちゃんがどう出るかというところでございますけれども、はい、準備よろしいですか、はい、みんなストレートガールなんですよね、みんなストレートガール、うんうん、今すぐストレートに来てますよ、そうですよね、はい、さあどうなるか行ってみましょう、制限時間2分間です、はい、よーいスタート、はい、それでは調教ハンター天の中の追い切りレース始めていきたいと思います、はい、はいはいはい、ということで早速なんですが、まず今回の黄金調教をご覧ください、うん、こちらです、じゃらん、はい、最終追い切り函館ウッドでゴハロンが 66.5 秒以下の馬の成績でございます、うん、こんな感じなんですけど、ビリリリリリン、3-0-2-1で勝率 50%、 副勝率 83%、 単勝回収率 482%、 副勝回収率が 485% という非常に信頼の高い黄金調教でございます、すごい、はい、単純な話なんですけど、うん、この滞在競馬のスプリント戦なので、うん、直前にウッドで速い時計を出すということがポイントになってくると思います、うん、で今年は該当馬が2頭いたんですけど、その中でも私は本命こちらです、ボロロンガールボちゃん
って感じで。ガルボ、はい、ガルボちゃん、もうその中でもガルボはちょっと抜けていまして、あの2週続けて黄金調教に当てはまっていまして、スピード重視の調教ができていました、うん、で最近は夏場は使われてなかったんですけど、まあ、これだけ動いてれば本当に問題はないと思いました。で函館仙人に最も適した調教タイプの馬ということで本命にしました。で印はですね、こんな感じですもう一頭の黄金調教に該当したレオンビスティを対抗にしました、うん、はい、すげーなイエーイ。で、改名はこちらです。ジェンジロレンレンレン、はい、三連服馬連ともに本命と対抗からフォーメーションで流して、ガルボの副賞も抑えたいと思います。以上です。はい、終了すごいね、3と11イエスからってことですね。はい、そうです。これはぶち込んできましたね。勝負ですね、ストレートガール VS ガールガール、ガールガール、いやもう気がする、ね、さ、これでもなかなかその票がね割れそうな感じの ね雰囲気してきましたけれども、うんうん、さあここで、投票に移りたいと思います、うん、どの予想が良かったかなとかいうところで皆さん投票をお願いいたします。制限時間は1分間でございます。準備は大丈夫でしょうか。まあもうちょっと。なるほど。西原さん、ストレートガールと誰でしたっけ。ストレートガールでフォーエバーマーク、フォーエバーマーク、クリスマス、ほぼかぶりましたね。そうですね、山城も同じ感じ、ほぼかぶってます。で鈴木がストレートガールからローブティサージュ行ってっていう感じですね。なるほど、その辺もちょっと微妙に違うんですね、うん、そうですね。なるほど、フォーエバーマークと、ローブティサージュのところの争いもあるということで、どうでしょうか。ガルボ、レオンビスティ、あ、いきます。はい、それではいきましょう。制限時間1分間ですよ皆さん、はい、それでは用意スタート。出ました、お1番西原部員、2番山城部員様、ナコ部員、4番鈴木部員という感じになっております、はい、さあどうでしょうか。イエーイ、お、日村の予想はって言われてるわ日村の予想はもう日村なってるじゃん私の予想は1枠1番ハノハノでございます。あ、え、なんでなんだろう、これはね、名前が4文字だから今日はいましたね、4文字いいな、名前いいっすね、ハノハノ、ハノハノ、そうやってみると意外と4文字っているんですね。いや、いるんですよ、4文字なんか大体いつもいる気がする。でしかもね、結構強い馬が多いんでね、うーん、ハノハノだってこれ新聞見てみるとそんなにね印がついてないわけじゃない、あるっちゃある感じなんでね。確かに、ほら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 、これありますよ全然ということで、50秒、あ、もうそろそろ来ますけれども、どうでしょうか。ハノハノ9番人気、ありがとう、9番人気なんですね。はい、終了いいっすね、なんか情報を回してくれる、ね、情報を回してくれる人がいる、ね、誰か調べてくれすぐに素晴らしい。さあそれでは行きましょう、結果オープン、イイ、じゃん、わー、1番ナコブイン 46.2%、 2番が山城 27%、 3位が西原 19.2、 鈴木が 7.6、 先週よりはいいぞ先週ゼロだったからな感覚がおかしくなってきてるちくしょう、西原が 19.2、 なるほど、わかりました。まあ、言ってもナコブインの 46.2 が際立ってますね。ガルボで46ももらえると思わなかった。ガルボで行くんですね。いや、もっと欲しいな。でも他の人はストレートガールでね、もうなかなかこの狙ってきてますので、これをどうね、このガルボからもらっていけるかというところが、足せば46超えてるから、まあまあね、そうだね、軽いける、7.6が提案してんじゃねえか本当や、連立政権、連立政権で 7.6 が言ってんだよ、もらえちゃうんだよ、勝負だよ、くれよということになっております。さあここからどうなるかというところです。さあそれでは今から討論タイムに移りたいと思います。制限時間は10分から15分を目安にと思っております。さあそれでは、あの、だから結局ガルボがここはダメだとかね、うん、こっちの方がいいんだというところを討論していっていただきたいと思います、うん、おっしゃ、それでは用意スタート、じゃーん、いやーねー、ガルボまったりするな、いつもここガルボ、ガルボガルボでもまあまあまああ、けどちょっと買い目だけ出しといていいですか。あの、出してなかった、いや、出したあの、出してねーの、一瞬ふわーっと消えていったふわーっと消えていったんで、あ、もうこっちですね、すごい、はい、いやいや、もうストリートガールでね、やっぱりね、
飼い方ということでやっぱり馬連でちゃんと抑えますよ、うん、もう馬単じゃないです馬連で抑えますと山人プチ稼働が人気ない、はい、あまあまあねそこが唯一人気ないでやっぱり3連単は狙っていかないということでストレートガールを頭1着固定にして、うん、あとはねこの4頭を2着3着、はい、フォーメーションではい分かりましたさあどうでしょうか私はガルボー本命なんですけど、うんうんまあ、買い方とかもあのレオンビスティもあのどっちかが来ればいいという買い方をしているので、うんうんまあ、レオンビスティもちょっと押したいんですけども、うん、調教がかなり良くて、うん、1周前が、立東ハンドで一番時計出してるんですね、うん、で最終追い切りも函館のウッドで先ほどの黄金調教に該当していたので、うん、絶対に抑えたいとだからもうどっちかが来ればいいっていう買い方です、うん、ガルボでも、うん、ストレートガールは抑えてるの一応抑えてますけど、はい、ストレートガール私調べてきたんだじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんそれ欲しいなやっぱり、まあ、ストレートガールはもちろん抑えるんですけども、うん、でねれれれれんそうサマースプリントシリーズ過去5年、うん、で牝馬で56キロ以上の金利を背負った馬っていうのは1頭も勝ってないんですよ。お勝ってないとで56キロ以上金量を背負う馬って実績があるからじゃないですか、うん、それでまあ人気になるんですけど6頭中4頭は馬券圏外お、はい、でスプリント戦で牝馬が56キロの金量を背負うってこと今の話聞いてもかなり難しいってことが分かるので、うん、まあ頭にはできないのかなってそう割引が必要かなこの金量だったら、うん、と私は思います、うん、あでも俺力が違うと思いますけどね、そう、同じ意見だね、このメンバーの中でだってもうどの条件でも崩れてない函館でもそうだし、うん、スピード勝負の京都でもそうだし、うん、でもうものすごい馬場が悪かった高松宮でも、うん、結局3着に来てる、うん、で戦力に距離伸ばしても3着に来てる、うん、無理に逆らう必要はない、おうん、そう、その通り、そうだ、そうですよ、だからここはもう一着固定とかでね、だから普通にここからやれば当たるんだから、うん、そうそうそう、無理して、うん、なんかその変に軸をぶらさない方がいいと思う、うんうん、そう、うん、以上ですじゃあ簡潔ですよね、うん、でもちょっとムカついた、ムカついた、なんかね言い方がね、言い方が腹立つよね、やだやだ、今ちょっとトゲを立たせたい、でカメラがね、2人で撮ってたから、うん金量でいうとガルボも58キロなんじゃないですか。いやガルボはあの全然問題ないと思います。その動きも、まあ、夏場のイメージがあんまりない馬だと思うんですけども、ね、でもあのこれだけ動いてたらダメとは、うん、ちょっと今回思えなくて、距離じゃないガルボのまずい部分は、まあ、出てますよね、距離がコメントでもありましたよ、まあ、距離戦力合ってない、戦力の 実績ってないんですけど、うん、その阪神専用、まあ、ちょっとスプリント能力の問われる阪神専用で勝ち負けできているので、うん、まあ距離に関しても私は不安はないです、ね、でも実際ストレートガールは戦力でちゃんと実績を残しているわけだから、確かに、うん、そしてガルボ置き換えて、うんうん、専用でいけるっていうのより、うん、実際いけてるやつがいるっていう、いやただじゃあ今までの傾向で56キロの金利を背負ってる馬っていうのは一頭も来てないっていうのもあるんですよ、うんうんうん、だからそれを私は調教を見てじゃあ判断、うん、まあ、いろんな情報がある中、ね、そう調教を見た時にガルボの方がまあ人気とかも、うん、ね、美味しいかな、まあね、山城は結局ガルボはどう、ガルボはですね、あの札幌で走れてないでも洋芝適性がないんですよ、これ決闘的に見ても全然買えないんで、ガルボはねマジでいらないっす、お、はい、マジでいらない、ガルボは超ムカつく、ガルボ向かっていきましょう、あんなのね、ガルボガルボは、ね、マジでいらない、7歳ですごい崩れてないっていうのはすごい馬だと思いますけど、いやまあね、ただなんか主役にはなれないでしょう、ストレートガールフォーエバーマークなんて前走休み明けを叩いて今回サマースプリントに向けてまたやっていくって中で相手が強いんじゃないですか、普通に考えて、うん、まああとね、でレオンビスティ、レオンビスティ、レオンビスティでもいいんだよ、レオンビスティはね、うん、買っていいと思うね、友達だから、幼馴染がやっと矢作厩舎にまた乗れるようになったんでね、うんうん、これ結構いい材料ですよこれはあの勝手だけです、レオンビスティのことを教えて、レオンビスティ、レオンビスティ、レオンビスティに乗ってる騎手は吉田隼人というねそれはわかるけど、はい、友達でしょ、友達ね、そうそうそう高校の時毎日目遊んでたよ、友達ですよ、レオンビスティ、うん、これもだからちぐはぐな競馬してて、うんうん、4走前とかだから今回人気になってるスマートリオにも勝ってるから、うんうん、これ能力は多分足りる、そう、決闘的にもいけて、うん、調教的にもいけるんでしょ、いける、買っといた方がいいね、こういうのね、確かに、うん、
こっちの方が確かに魅力は僕あると思います、まあね、レオンビスティ、レオンビスティ、うん、ハヤトは函館行くと調子が上がるからね。ああけどね、ハヤトでそうだね、あのそうローカル競馬だとまた居酒屋トークが来るな。そう、お前がハヤトって言うんじゃねえ。ハヤトさんって呼びなさい。ハヤトさんはさ、さん何ですか、ね、ローカル競馬でもそのレオンビスティなんですけど、うん、3年前に同じ矢作厩舎のドラン、うん、ドラゴンファングか、ドラゴンファングも黄金調教に該当していて、うん、11番人気で4着だったんですね。今回もちょっと期待したいですよね、その流れね。そうです、なるほどなるほど。コメントでですね、クリスマスが気になるっていう方がいまして、クリスマスの金量50っていうのが魅力なんじゃないかというところが、ね、僕もねそれめっちゃ気になってるから一応ちゃんと押さえてるんですよね、押さえてるというか、でうまい、もうちょっとね本当にやられるとしたらクリスマスかなって、この50にということであえて生まれんも買うっていう、あのよくストリートガールとかもそうなんですけど、よくあるのがね G3G2 とかになると2着っていうケースがあるんですよ、うん、でその時にやられるのがやっぱりこういう3歳の筋量軽い馬とかにザスッと、あと牝馬ね、うん、パターンがよくあるんで、やっぱクリスマスは危険かな。なんか西が喋りだすとナコちゃんが咳するんですよ。えそんなアレルギーなんじゃない？なんで？出さないで。何も出してないよ。山城中はこうクリスマスどうですか？いやこれねやっぱりさっきの持ち時計のやつ書いてなかったんですけど、うん、クリスマス書くとしたら1分9秒9なんですね。はいはいはい。なんで全然これ相手にならないです。なるほど。金利を考えても、はい、金利を考えてもダメですね。相手にならないと。そうです。で3歳牝馬なんで、うん、多分これ夏越えないと変わってこないんで、うん、しかもなんか早熟じゃないかとも言われてるんで、はいはい、そんな別に買う、しかも人気してるじゃないですか、うんうん、50キロですもんね。でしょ、買わなくていいと思うんですよね、こんなのも。もう運を見放した馬ですよクリスマスは、うん、転休してから多分僕は運を見放したんだろうなってのは思いますよ、ね、まこっちゃん厩舎から、うん、多分違うと思うな、これは。 でも僕買ってるんですけどね、うん、鈴木 7% もらっていい、それ。いや0.6% あげます。そうですか。他にも西谷さんの山人プチカード俺はいらないと思いますから。いやこれはねそれいらない、うん、いやなんですかね、結構このレースって 1,2 番人気が結構来て硬いと言われてるレースなんですけど、やっぱね、うん、紐あれは起こるんですよ。いやでもさすがにこのメンバー相手に休み明けぶっつけでは俺は厳しいと思いますよ。いやだからそこで唯一じゃあどれなんだろうっていうところを考えた時によ、その荒れるところって、うん、したらもうここは単純にね函館校舎で行くしかないんですよ。函館校舎って結構みんな函館校舎じゃないですか。一緒なんですよ。唯一だから函館校舎で牝馬やし、個人的な見方で、うん、そのだからどれでもいいですよ。だからフォーエバーマークなんてもそれこそ函館に至った3010、うん、だからね、そうそうそう、だから言ったら、はい、函館走る馬だけで揃えたんですよ今回。はいはいはい、ね、でなおかつ多分うちの方がいいんじゃないですか今の流れで言えば。いやけどねピンク帽子がスーッとくるねイメージが、ね、それはなぜですか。今絶対先週の流れから見てるとうちの方がいいだろうなってのは。いやけど穴開けるときはピンク帽子がスーッと出てくるんですよ。いや穴開けるんですかそのイメージ。いやいや本当ね。じゃクリーンエコロジーでもいいじゃないですか。クリーンエコロジーはまた走ってないから別にゼロでマーキー流れない、うん、いやだから、うん、だから牝馬の函館校舎の夏好きって言ってるやんさっきから。そこから選択したらこれなの。あもうそういう作いろいろ作詞してったら、そう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 。じゃあ何でもよくない、じゃあ何でもいいじゃん。いやいや自分の選択肢を、それ言ったらお前らだって何でもいいやつやろ。僕じゃあ障害人って障害成績の比較ちゃんとやってるわ、うん、山城の山人ピカードどうですか。あじゃあこれまたね持ち時計またやると書きましたよ。、はい、じゃあね1分10秒4なんですねこれ。めちゃくちゃ遅い。函館で走ってるっつっても1000万クラスなんですよ。はいはいはい。こんなね格下の馬なんていりません、うん。あらグレードグレードっつってる割には全然下ですよ。こんな何1000万の馬を買おうとしてるんですか。だからあのグラグラなんだよな。いやいやグラグラじゃないよ。だからこのあの何あの三原則に基づいて今回選んだんだ。だからその三原則もね夏好きっていうのがね函館校舎の時点で夏好きじゃないですか。いやいやいやけどね、うん、あってこの日なんか荒れる時ってさ穴が来る時ってこんなもんよ。この三原則にこうやってこれに当てはまるのいるかなって言って買ったら終わったってなんでしょよく。とりあえずだったらそこでラコちゃんのガルボ買ってたらいいのに。いやいやだからガルボは基本的なもう競馬のもう基本中の基本、トップハンデに休養明け年、ストレートガールもトップハンデみたいなもんじゃないですか。だからトップハンデはトップやからトップハンデ。ボバカンさんで56
キルはいっぱいいるでしょ。コメントで西頑張れってきてますいやボバッカルさんって56話だから58じゃないですか。いやだからさ、あるやんその、うん、もうだから言わせんでもうみんな箱立てそうじゃん夏好きなのストレートガールは夏好き結構いろんなシーズン好きじゃないですか。もうガルボはさ、なんかあの年末の最後の何したっけファイナルか、はい、なんかのあれでいつも来るみたいなイメージでしょ。阪神カップとか阪神カップ阪神カップとか、ファイナル、そうそう、だからもう冬までお預けなんですガルボは。そうなんですか。冬が勝ったらいいよお預けって言われてますけど冬までお預けだじゃないかってガルボは。なんかいやもうちゃんと聞いてなかったそうだよね。なこちゃんずっともう椅子クリクリしてたもんねちょっとガルボは冬、まあ 冬のイメージもあるんですけど、あるけどもってことですよね、うん、あるんですけど、うん、まあ、今回の調教を見てたら買いたいですよね、うん、まあ、調教ですもんね、はい、まあ、人気難しいです。ガルボ確かにここで走んのかってパターンが多いからな、すっごい人気落として、うんうん、急に2着3着みたいなパターンの、あるね。いやけど今回とか走っても高松から高松か高松出てたんだな。どうですか皆さんも何かこの気になる馬とかあったらどんどんコメントでいただければ。いじってないのがたくさんありますよね。そうですよ。いじってないのから来るというねこのジンクスもありますのでね。スマートリオン成功来航とか。成功来航はだからさっきのあのね決闘から言ったらすごいドンピシャだったんですよ今日の。今日の黒船はすごい走る。成功来航はね確かに前走ね先直ってあの直線の新潟は強かったんですよ見てたら、ね、うん、いやだからこれは、ね、注意するべきところはあるんでしょうけどやっぱりね。その成功来航って、うん、あの最初追い切りがあれなの美穂なんですよね、うんうん、滞在競馬で、まあ、その滞在競馬のメリットって輸送がないってことなんですよ、うん、だからそこその函館でしっかりとこう調教してる馬しか近年来てないんですよね。構想してないので、うん、今回私消しました。うんうん、あ、そうですね、うん。他にもコメント来てますよ。うん、スマートオリオン、うん、どうですかっていう。あ、そうね。結構人気なんじゃないですか。人気あるよね。これ。人気ありますね。しかも竹さんやし。スマートオリオン。あれ？俺これなんとなく、いや私は結構やってきたからわかるけど、うん、あれでしょ。予想がみんな一緒で喋ることなくなってきたパターンでしょ。いやいやいや、まあ、スマートリオ私黒三角入れてますよ。あ、スマートリオ入ってる、はい、ほらほらほら、お願いお願いよあの芝で最初一切りの馬って過去4年で3頭しかいないんですけど、うん、2頭が馬券になってるんですね、うん、であの販路がない分あの函館に販路がないので、うん、スピード調教できるのが芝しかないので、まあ、うん、芝での最初生きるっていうのはまあ評価できるのかなと思うんですけど、うん、そうですね、うん、今年の芝生の中では一番動きが良かったと思うので、うん、3番評価かなっていう感じです。いいんじゃないですかスマートオリオン、うん、高松でも差はなかったし洋芝適正もあるし、うん、であとうまく陰をついてもらって竹内。でもこれ洋芝適正もさこれあれでしょ去年のクソババが悪い時のいやもう直さないで走ってでしょ、うん、パワフルなとか、うん、だからあれはあんまり参考外かなっていうね。いやだから何を取るかによりますよ。だからどこを取るかに、だから結局これをインをつくような競馬をしてもらえば、うん、だからストレートガールから僕は言ってるんで、うん、今回の主役は多分それだろうなっていう。そことどのくらい差を縮められるか、うん、お得意のパターンをみんな出せるかどうか、うん、たくさんのだからスマートリオの勝ちパターンの鈴木は なんなんだ今日はなんか何に対してもフォローしてんだよ、ね、さっきから僕スマートリオ買ってますもん。あ、買ってるんだよね。ガルボはガルボは買ってないです。あ、でガルボはだから僕は千人の距離がちょっと厳しいんじゃないのかなっていう、まあまあね、はい、距離ね。そうですね。あ、ローブティサージュも聞きたいっていうのは来てるんですけど、まあね、ローブティサージュは鈴木かな、うんうん、そうです。僕はだからもう今のこの好調の流れをね取り出せないように、障害人と障害成績の比較で、まあ、じゃあ見えないけど、ストレートガールから2番手バー見ていくとローブディサージュだったんでマイナス数値を刻んでるのが、うんうん、ここのゾーンですよね、うん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 、ここのゾーンを買っていくっていう、買ってるっていうことですね、はい、なるほど。このままかなりいいと思いました。ローブディサージュ、ローブディサージュいい、ね、今年に入ってからこう調子は上がってますし、阪神専用でも構想できてるので短距離適性も高いのかなと思って、うん、うん、人気もないし面白いんじゃないかなと。あ、
なんかコメントでですね、ちなみに何が鼻に立つと思いますかというコメントがあります。なるほどね。これはどういう意味ですか？これはね、あの何が先頭に行くかみたいな。あ、先頭を走るかってことですね。なんかちょっと怒ってるとかじゃないんで。あ、なるほど。鼻に、はい、鼻についてるのかなっていうことじゃなくて、鼻につきますか。なるほど。ツインクルスターなんかスタートにすごいいいから、そう、もうツインクルスターかなっていう予想は。ツインクルスターが行くんじゃないかと。はい。レース展開としてはどうなる感じと予想してるんですか、皆さん。ツインクルスターがまず行ってみたいなことですか。フォーエバーマークフォーエバーけどね、フォーエバーマークも行くかもよ。うん、フォーエバーマークじゃないかな。ですかね。できればだって取りたいやろしね、フォーエバーマーク、うん。フォーエバーマークだと思う。フォーエバーマーク、ツインクルスターぐらいがググッと行って。メモリアルイヤーも多分行きそうな気がするんですよね。これがだから年取ってからのでどうなのかな、メモリアルだったらツインクルスターの方がパッてなんかスタートダッシュは早そうな気がしますけどね、うん、ゲートからの。なるほどな。難しいな、うん、難しいな。そうですね。さあ、あ、もう40分超えてるやん。あら、お、ほんとだ。あ、よし、お、じゃあ皆さんもうそろそろ投票に行きますけれども大丈夫ですか。わー、言っておくこととかないですか。もうこのガルボ、ガルボな、どっちかが来ればもう万馬券万馬券万馬券って感じなので。なるほど、お願いします。どっちかでいいんだよね。はい、どっちかでいいよ。よし、じゃあよろしいですね。はい、はい、終了。さあ、それでは、はい、投票に移りたいと思います。制限時間1分間です。それでは用意スタート。じゃーん。1番三原則西原部員、かっこいいな、すごい、山城部員。3番むせる高部員。しょうがないじゃない、むせてないで席してるんですよ。4番鈴木部員。さあ、どうでしょうかということでございます。どうでしょうか、どうでしょうか。ガルボレオンビスティがどう捉えられるかということですよね。でストレートガールは皆さん、まあ、おなじみのということなので、さあどうでしょうか。あとは好感度の対決ですよ、これは多分。好感度の対決。お、日誌に入れたぞっていうコメントもね、来てますね。確定しました、ね、本当かどうか。ありがとう。いや、あります。どうすか。ウイルス西原。西原アレルギー。おいおいおい、これ予想の指示だよね。予想の指示ですよ。予想、そう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 ね。人の指示じゃないよ。どれが好き、どの人が好きかなとかじゃないよ。うん、お、山城ちイケメン。いや、そういうことで投票してもらいたくないんですよね。ヒューヒューでも。あれ、それでもいいじゃん。それでもいいよ、いいよ。山城に限ったそれでもいい。お、ヒムヒムの素人予想を聞きたい。ヒムヒム、あー、ハノハノのことじゃないですか。お、ハノハノ、ハノハノね。うんうん、ハノハノ。ハノハノかな。あ、オッケー。はい、終了。さあ、それでは投票が終了しました。怖いな、これ。さあ、誰に何パーセントいくのか。それでは、オープン。じゃん。よっしゃ。1位、ナコブイン 57.8%。はい、2位が山城 23.1、で3位が西原部員 11.5 で、鈴木は変わらずの 7.6。 危ねー。よっしゃ、現状維持。鈴木は 0.1% たりとも変わっておりません。よっしゃ、すごいな。ちょっと待って、これですごい。そう、すごい。そうですね、西原部員と山城部員の少しずつ那古部員がもらったという感じですね。特に西原部員から言ってるようですね。西原がっかりだよっていうコメントも来ております。さあ、このようになりました。さあ、それでは皆さん、解明にですね、どのように振り分けるか、ちょっとどうしよう、どうぞ教えてください。なんてなっております。はい、できました。はい、それでは山城部員、はい、こちらの3連単に各300円で1500円ですね。でワイド42に800円でこれでいきます。これ来たらすごいですね。4万8000、まあ、5万ぐらいになりますね。わーすごい、わーすごい。これは一旦乗っておくこともありますね。はい、はい、そうです。はい、ありがとうございます。私も OK でーす。はい、鈴木部員、じゃあこれ消すか。はい、 OK でーす。馬連、2番ストリートガールから、スマートオリオン、フォーエバーマーク、9番クリスマス、10番ローブディサージュ、12番セイコーライコー、過去100円でワイド2番10番、はい、200円です。はい、ありがとうございます。さあ、それでは次誰行きましょうか。
ちょっとすいませんね、難航してますよこれ。そんなに多くないのに。じゃあ行きます。はい、じゃあ中身。はい。がいいです。めっちゃ変えんな。むちゃめちゃ変えるな。めちゃめちゃ変えるな。あの想定以上にあの、うん、もらえたので、ごめんなさい、あのレオンビスティの副賞も足しました。あ、いいですね。はい、めちゃめちゃ。すごい。変えすぎて困ってるな。そう。で、3連服フォーメーションで、ガルボレオンビスティから25点。で、マレンも、11点で100円ずつを、あ、ごめんなさい、これ100円ですね。100円ずつ抑えて、よいしょ。100円ずつ抑えて、で、ガルボの副賞に1100円。レオンビスティの副賞に1000円。はい。返していただきました。ありがとうございます。はい。やったー、嬉しいな。あ、いきました。はい。難しかったですけど、こちらです。はい。はい、まずですね、ちょっとまあちょっと3連単の方からいきます。消しました。ヤマニンプチガードを買いたかったんですけど足りないんで消して、3連単6点買いの、あとは馬連をちょっとこの均等に割ってこの買い目でいきます。はい、ありがとうございます。はい、OK、はい、です。はい、はい、それではですね、まあ楽しみですね。これサイン馬券とかなかったんですか？グリーンエコロジー以外はなんかね、コメントもそんななかったですラブホリデー、ラブホリデーないあります？ラブホリデーはなかったない。明日雪とか降ったらクリスマス。いや、バカ野郎。大丈夫ですかね、その可能性はないですかね。その可能性なさそうなんで。ハノハノとかなんかミニストップのイメージありますけど、ね、ハロハロね、なるほど。ミニストップ、ストップっていうのもね、ちょっとね。でも私よくコンビニでガルボ買いますよ。あ、それでサインになる？そういうこと？それでなさそうですね、ないかも。 G3 もしあったらなんかね教えてください。はい、それでは、続きまして、はい、こちらですね。お、続いてはお金大好き Win5 のコーナー。そうですね、目指せ6億円ということで、こちら部員がですね Win5 対象のレースを1列ずつ、担当して1点予想をしてくださいと、はい、1点でいきましょうと。ただし、私はちょっとですね、あまり知識もないものですので、皆さんが担当した、レースの、このおすすめの馬から1頭と僕が1頭選んで2頭選びますので計200円で勝負しますということでございます。先週の結果は、西原2着、鈴木3着、山城1着、名古1着、うん、平岡4着、6着。惜しい。意外と近づいてる。意外といいよね。そんな大外れしてない。まあまあみんなほとんど一番人気だったんで、ね、一番でも山城さんはすごいと思う。山城すごいよね、5番人気、5番人気1着ですから、うん、これはね、はい、そのうち当たるような気がするな。ですよね。10点とかにしたらもう当たっちゃうよ。今週当たりますよ。今週当たる？そのうちじゃない。今週当たる。絶対。今週当たる？今週は絶対当たるから大丈夫だって。当たる。これ乗ってます声。音声大丈夫ですかね。はい、それでは絶対いける。早速やっていきたいと思いますけれども、うん、はい、明日のWin5担当のレースを決めないとダメなんですね。はい。はい。はい、なんか聞いたところによると、はい、今予想した函館スプリントが Win3 なんですよね。そうです。だからここの Win3 の函館スプリントを平岡が予想すると、はい、いうことになりますので、はい、で Win1、2と4、5を皆さんがちょっと担当してください。はい、誰がやりますか？ Win1 から。 Win1 誰？はい、西原さんいます。レース名教えて。レース名ですね、ナダステークス。お、ナダステークス。阪神10。阪神10。お、何でいく？はい、これですね。あ、いいですか？何ですか、どうぞ。いやいや、あのもう言っていいのかなと。はい、はい、いや、これですね、先週もやってたんだ俺。今のやっぱりなんですかね、高、まあまあ今ね、高級って言って上のクラスから落ちてきたりしてるんですよ、うんうんうん、だからもう単純にけど当てたいんで、うん、いきます。2番の栗のヒマラヤ王、はいはい、うん、これ、うん、しかも川田ジョッキーやし、うん、来るんじゃないかな。まあ多分人気ですけどね。栗のヒマラヤ王ですね。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。いや、でも人気とか関係ないよ。そう当てればいいんだから、うん、はい、じゃあ次ウィン2。はいはい、鈴木ち、はい、東京10レース芦ノ湖特別でございますね。
はい、私の子特別、はい、私ね、ここはやっぱりね、勝ってね、一箇所にぜひ進んでもらいたい、うん、11番ボルシェーブ。え、ボルシェーブ、ボルシェーブ、おお、11番、はい、いいですよ。こっからやっぱね、ボルシェーブ軌道に乗ってってね、神戸新聞杯から、なるほど、まあ、一箇所あたり出てくるでしょう、ボルシェーブ、うんうんうん、これいい、ね、多分人気も多分 1,2 番人気だと思うんで、はい、分かったんですよ、この番組で V5 を取り上げるにあたって、うん、穴馬とかじゃないんですよね、一着に来る馬を探さなきゃいけないんで、はいはい、馬券買うんだったら穴馬から 2,3 着でもいいから買うとか、うん、そこはやっぱ一回外さないと、うん、かたくなに 1,2 番人気だけ買ってればそのうち当たるでしょ、うん、おい、ね、いやいや、でもそうですよ、うん、そういうもんでしょ、うん、1,2 番人気ってやっぱりね、来るから 1,2 番人気なんですから自分の選んだ馬が2着3着とか全く意味ないんだよ、うん、そうそうそう、1着じゃなきゃダメなんだから、1着なんですから1番人気が1番近いんですからね、ダメだよ、だから俺が選んだ馬1番人気だろうけど、その叩かれる人は全くない、だって1番確率が高いんだから、こんだけ言ってるけどね、普通のこと言ってるだけだウィーファイブってそういうことやろ、ね、今更ですか、僕が言ってんのはそう、だからもう穴とかいらないよ、わかりました、ボルシェーブでいける、ボルシェーブね、ボルシェーブ、足の子特別、そう、お願いします、はい、了解しました、うん、それではウィーン4誰でしょうか、あ、ウィーン4、はい、ウィーン4、はい、はいはい、レース名がヨナゴステークスですね、めっちゃ荒れるレースですよね、そう、これめっちゃ荒れるレース、ちょっとね、いい1番の宮地 MJ と迷いましたが、あ、もうヨナゴステークス、そうです、はい、11番オリービン、ダイヤメジャー3区、こちらからいきます、オリービン、はい、これ多分ね5番人気ぐらいになるんですか、また5番人気ぐらいをこれ指名しますよと、このレース荒れるんですか、これ荒れる、めっちゃ荒れる、これ1点で当てるってかなり、ね、かなり難しい、メンバーも結構難しいですよ、サンデーレザーとか結構難しい、エアラフォンだからこそ僕にやらせてくれるのかなと思ったんで、なるほど、オリービンでいきましょう、で逆に言うとここさえクリアすればもう当たるっていうことやな、そういうことですね、はい、わかりました、てんなこのユニコーンがさあ、てんなこのユニコーン、はい、お前ふざけてんじゃねえぞお前ねえはい、じゃあ Wii5、はい、ユニコーンステークスですね、はい、私が一着だと思う、まあ、こちらじゃん、もちろん味わいです、はい、もう休み明けなんですけど、もう十分仕上がってますし、もうまあ力が違いますよね、力が違う、ここで買わなかったらちょっと本当にね、やばいっていうぐらいの一頭なので、うん、はい、いや、いいんじゃないですか、まあ、一番人気だと思います、うん、はい、皆さん、ほっとしたんですか、よかった、はい、これ違うの選んだらもう終わったなと、終わったなってこれしかねえと、そうですわかりました、ウィン1がナダステークス、栗のヒマヤラ王、はい、ウィン2が足の子特別、ボルシェーブ、ね、でウィン4がヨナゴステークスでオリービン、でウィン5がユニコーンステークスでアジアエクスプレス、でウィン3が先ほどの函館スプリントなんで、はい、皆さんが選んだ中から1頭ですよね、はい、だから、まあ、ストレートガールなのかな、平子さんだってこれ単勝1倍台ですからね、え、そうね、そうです、単勝1倍台、明日単勝1倍台が、うん、だから重賞1倍台ですよね、うん、山城さんってこれを本当は2頭にした方がいいのかぐらいのそんな感じ、じゃあ分かりました、ストレートガール、はい、ヨナゴだけ外したら笑うな、2番逆に当たったらすごい、ストレートガールと俺だなすごいな、ストレートガールと俺だな、俺の一頭を選ぶと、これしかねえ、どれだどれだ、一番ハノハノだ文字数かこれだ、ガルボじゃないんかガルボは3文字やからよし来ました、はい、ではこういう結果になりました、こちらでございます、いや、はい、これすごいな、ハノハノが来てたね、ハノハノ、7ステークス、西原さんが栗のヒマラヤ王、ウィン2が芦ノ湖特別、鈴木が、ボルシェーブ、ウィン3が、函館スプリント、僕ですね、ストレートガールとハノハノ、うん、でウィン4がヨナゴステークスで山城がオリビンを予想と、うん、でウィン5はユニコーンステークスでナコちゃんがアジアエクスプレスということになりました、うんうん、はい、
これでお金をいただきます。はい。これもし来たらいくらぐらいなんだろう。大体どのぐらいなんだろう。どうなんだろう。ハノハノが、ね、ハノハノが来れば四五十はいきますね。いやもっといくんじゃない？もっといくでしょう。三桁いきます。うん。ってことは一人十。300万だったら一人。300万だったら1、2、3、4、60。60万。でも全員で割るんだったら、来てるお客さんもあげましょうよ。来てるお客さんにもあげましょうよ。一人30。千円ずつあげましょう。300だったら一人30ね。よかったですね。よかった。はい、ということで皆さんもぜひよかったらこちら参考にしていただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。イエイイエイ。はい、ということで、ウィン5のコーナーも終わりまして、オンタイム。ね、さあ、次週ですね、はい、予想するレースをなこちゃん教えてください。はい、来週は阪神競馬場で開催される G1! わ、うん、宝塚記念でーす。G1 だー。はい、ジャスタウェイや絆は出走できないんですけど、うん、上半期 G1 シリーズの総決算となる豪華メンバー13頭が出走予定です。うん、はい。分かりました。で、先週ですね、お伝えした通り、うん、日本橋カフェストさんでの公開生放送は今夜が最終回となりました。いやー、残念ですけれども、ね、いい、本当にね、よくしていただきまして、綺麗、ね、綺麗なところでやらせていただきまして、ありがたかったんですけれども、はい、まあ、でも、放送はですね、来週も続きますので、はい、引き続き、お楽しみいただければと思います、うん、なお、来週の放送時間は出演者の都合により22時からの生放送になりますと、はい、詳しくは公式番組公式ツイッターや、うん、各部員のブログでご案内しますので、そちらでちょっとご確認いただければと思います。はい、はい、ところで部長、はい、夏競馬が始まったらなかなか競馬場にも行けないし、レース当日の日曜日にみんなでテレビの前で予想しませんか？ん、な、鈴木のせいで、鈴木なんだよ、またお嬢のわがままが始まったよ。ということは実況放送ということですね。実況放送やっちゃいましょう。わかりました。俺やだよこの放送。ヤマシュさんよく乗り乗りだよ。ね、お前も演技みたいなするんじゃないよ。誰？誰書いてんのこれ。いいもん。ということで実況放送ができるかどうかをですね、うん、ちょっと今検討しております。お、実況面白いですね。でもだからこのレース前にそのレースを予想して、うん、じゃあ実際見てみましょうと、うん、ああ、じゃあメインレースぐらいだとそうする、みんなテレビでも見ながら見ながらそこはこっちにして、そう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 、でうわーとか言って当たった外れたお前バカ野郎とかっていうのももう全部見せお見せしようと。じゃあコメントめちゃくちゃもうものすごいバッシングの嵐の可能性もあるし、バッシングの嵐、なるほどね、変なの予想してんじゃねえとか、だから言っただろうみたいなことをもうリアルタイムでできるということをですね、ちょっと、企画してるんですけれども、うん、すぐにはできないので、うん、始めるんだったらまあ7月の放送ぐらい、うん、7月ぐらいの夏競馬限定で、日曜14時ぐらいから90分番組になる、へえ、わおって書いてますね、うんうんうん、これはちょっと聞いてなかったんですけど、うん、持つかな、持つかな、持つかな、90分ぐらいになるっていう言ってますけれども、うん、皆さんスケジュール合うんですか？僕らガラガラだから大丈夫ですよ。だからやだよもうこれ。全部もう決まってるんですけど、一応読んでくださいよ。わかりました、新たな展開を考えてみます。いやいや、これ終わっちゃうよもう。まだ余った。次のセグでもうさようならなので。あと何分あるんでしょうか？あと2分です。あと2分あると。え、けどこれ実際にやり始めると、うん、だってウィン5も僕らやるわけでしょ。あ、そっか、うん、ウィン5ってもうだって2時半ぐらいから50分とかじゃない。あ、そっかそっか、うん、3回ちょっと2時50分、うんうん、あ、ちょうど分かんないですか。ウィン5はやらないんじゃない、なんかこの時は。ウィンファイブやれますよね。でもこれリアルタイム、リアルタイムでウィンファイブ追っかけれる、できますね。え、本当にウィンファイブ最初に予想して、うんうん、もうだから番組最初にウィンファイブみたいな。 あそうなんや、できるの。1個ずつできる。じゃあそれも、うわすげえ、なんかいろいろとね楽しい感じでやってやろうとしておりますので、ぜひぜひ皆さん今後もお楽しみにということでございます、はい、さあどうですか皆さん、うん、またあの廊下に戻りますよ。え、廊下
松竹の劇場の廊下みたいなところでやるんですよ。一応皆さんに心構えしてもらいたいのが、映像止まる可能性があるから。無音、音がない。無音での放送もありましたのでね。はいはい、これはね、許してもらいたいな。このようにですね、この素晴らしい環境でできるわけじゃないということだけ。はい、暑いよ。忘れてた。うわ、どうやら暑いよ。こんなクーラーが効いてないよ。本当に。なので、またこちらにね、戻ってこれるようにね、ね、頑張りましょうということで。はい、また新しいとこでもやりたいな。お、お。なんか表参道とか。表参道とか。じゃあ、また表参道では、また次週お会いしましょう。さようなら。